行ってみましょう。2個目のゲーム。いやーやば、これよこのゲーム。100% 良くない。まあでもテーブルマナーって言ったらスタミンジャパンみたいなところあるからね。物体をつかみます。やべえ、このゲームは絶対にやべえ。あ、マッチングアプリでね。オッケーオッケー、マッチングアプリからスタート。俺は今からどんな女の子とご飯を食べるのか楽しみだよ。スペンサー、気持ちを満たしてくれ。なんか顔がちょっとあんまり良くない。右にスワイプして、ちょっと待って。犬、リョコ、そしてジンが好きです。個性的でしょ。なんでたまに男が混ざってんの、これ。アヒの写真を送りたいなら他はだってね。おい、なんか顔が全員同じだぞ。どういうこと、どういうこと、これ。俺が女、俺が女。今おったぞ、普通にヒゲ面が。おい、しかも普通ワイプできないし。おい、もうこれさ、スワイプできる数を越してるとか。じゃちょっとオリバーで行くか、まず。はい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 、写真をタップして1の1をプレイ。ここか。なんだ俺、素敵な女性とちょっと食事行くなんてちょっと緊張しちゃうけどな。あ、じゃあ一発ちょっと惚れさすか。行くあれ顔してん、ちょっと待って、全然萎えるんだけど。割りかにせん。キャンドルに火をつけてもらえる。マッチは使いたくない。うっせえな、てめえ見てる。一応女が一番綺麗なんだよ。要望の多いな。マッチをつけるってちょっと待ってね。嘘でしょ。だって僕手が一本しかなくてですね、これどうや、マッチをつける。何がどうなってそうなった。なんでつくんだ今ので。でも素敵でしょ、今までマッチってつくんだよ。はい、あれ、これさ、紐どこ行ったの。俺の知ってるキャンドルじゃないんだけど、まさか逆さまになってる。これもうちょっとこれ持っとけ。あ、ごめんごめんごめん、悪い、ごめんな、ごめんな。あ、ごめんごめん、ちょっとちょっとちょっとごめん。ごめんごめん。一回落として横にする操作を覚えないと。これ縦にするの至難の技なんだけど。で、置きます。ワインを飲みたい。なんだ、ワインが飲みたいのが。俺も好きなんだワインは。今ワインを取るからな。俺がワインって言うんだ。知ってるか。いい匂いがするだろう。ちょっと待ってな。いや、もう緊張しちゃって。こんな美人と俺直立することないから緊張しちゃって。ごめんなごめんな。お前グラスどこ行った。あー、なんだ、グラスそうやって出すんだお前。可愛い一面あんじゃねえかよ。ちょっと待ってね。目が怖い。オリバー目が怖いよ。ごめん、ちょっとおふざけが過ぎたね。少し塩が欲しいな。手を貸してもらえる。オッケー。もうね、ちょっと味は濃い方が好きだから。ステーキとポテトに。もうポテトはないよ、お前の分は。全部こぼれちゃって。実は俺の分はお前にあげないし。ちょっとある程度の高さに当てて。お前のポテトないんだって。こぼれてるのでいいのか。ほらほら、満足か。
あい、はい、気に入ってくれた。なんだ、そんなんで喜んでくれんだ。あとはブラックペッパーを肉にかける。だからお前の肉ないんだって。え、そこに横たわってた、それ肉、それそれ、はい、了解。あの、自分でやりな。自分でやったらどうかな。で、ブラウニーはある。ブラウニー、あ、あれか。あ、君みたいな女性とね、なんか結婚したいなと思うね。何しても許されるからさ、こっちストレスフリーなんだよな。邪魔だな。可愛く見えてきた。やんちゃでしょ。ほら、ブラウニーだ。あ、口の中入れないといけないの？んだよ、そんな、そんなイベ、ちょっと早くない？僕たち出会ったばっかり、そんな、ちょっと口の中に食物をぶち込むなんて。段階としてさ、エッチすぎるんだよな。分かったよ。あーん。あーんした、あーん。あ、なんかちょっと普通にか、え、可愛いかもしらん。まだ帰んないよ。まだ帰んないでしょ。楽しんでいこうぜ。お前ふざけんじゃねえぞ。あ、お前ふざけんじゃねえぞ、マジで。割り勘だけど、全然。何だあの女は。じゃ違う女にしよう。モーガン、誰か気持ちを満たしてくれる人はいないのかな。他の方、ちょっと後方見てみよう。ハリー、男やん。どういうことこれ。設定がわからない。俺は誰？俺は何？俺は男なら女なの？なんかもうちょっとグッとくる人いないかな。コナー、他のみんなと違って、気軽に生きていますかな。じゃあちょっとコナー行こうか。なんかチャットってのがあるんだけど。俺おっさんと、俺おっさんとチャットから始めないといけないの。いきなりちょっとデートから行きてえな。オッケー。なんでお前そんなに、興味はないけどさ。ねえ、なんかジョーク言ってよ。良い一日になるには何が一番必要だと思う？地球の公転よ。海岸をブラブラ散歩するのが好きだけど、部屋です部屋で過ごすのも好きな。デビー、デビー、お前部屋で過ごすのが好きなの？俺も。デビー行こうか。これ何？ねえ、僕の車でいい感じのところちょっと早すぎたな。ちょっと早すぎた。まずは世間話から始めよう。嘘でしょ。デビー、俺はデビーに恋してるのに。ジョークも聞きたよ。デビーのジョークが聞きたよ。やべえ、段階が早すぎた。そうなると嫌われちゃうのか。じゃあデートしよう。なんで？ジョセフは？ロマンチックなデートが好き。俺もロマンチック、俺も好きよ。ジョセフはまあ最初からデートでいいでしょ。そうだと思ったよ。デートの予定が組まれました。ちょっとジョセフと行こっかな、デート。注文しよう。何が欲しいの君は。まずはこれとこれだけでいいの？これ。2人のビールを注いでもらえる。初めてうまくいってる。よし。あ、次はメニューにすごい良さげなのがあるぞ。何が欲しいの？ピザとポテトを注文。はい。
しもらうよ。ああなるほどね、カットしたのをお前に問い分けてやろう。ほら少しどころじゃねえけどな、4枚しか来てねえんだぞ。お前何3枚食おうとしてんだよ。ちょっとずつ操作に慣れてきた。何か欲しいんだけど、それが何かわからない。ツンデレちゃんだね。ポテトが欲しいんだろ。お前が欲しいって言ってから頼んだんだもん。ほらよし。でそこにもソルト、ソルトをかけた方がいいかな。どこ行った？お前は俺の塩を隠したろ。あ、どこ行った？これ届いてないの？いや間違いなく入ってるでしょ。なんでこれで満足いかないんだよ。ほら、オッケー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 。ラベル遅くのミッションが終わっちゃう。ロマンチックなデートが好きなのに、うわー最悪だ。早く注文しないと。こいつわがまますぎる。ちょっとロマンチックさに欠けるな。ろうそくつけらんないのは。早く食え。ほらいいんじゃない？これ多分マックスでしょ。ちょっとジョセフ攻めで行ってみようかな。ホテルまで連れ込みたいな。このミッション俺クリアしたことないよね。お前携帯見んじゃねえぞ。お前携帯見んのだけはやめろ。デート中なのにさスマホを見るな。ロマンチックな雰囲気をこう醸し出してればこういうのはもうビンビンに来ちゃうから。おじさんは、おじさんほら、どう、どれにしようか迷っちゃう。甘かい。トマトはねもう読んでたんだよね。お前がトマト好きかなと思って。ありえなくない？その仕様は。このなんか素材を生かした店すぎんか。何も調理されずにアスパラガスとトマトが出てきたんだけど、なんか嬉しいこれね。えジョセフ、トマト喜んでるジョセフ何がいいこれの。あーやべ、好きなんだなお前は。野菜がさ、あと肉も食いたいよね。分かった分かった、食いたいもんが多いな。ほら食えよこれ。次は肉はもうあるんだ。ブラックペッパーをかけてほしい。このさ工具がなんだか気になるんだよね。ちょっといじってみたい感あるけど、まあジョセフのあれ、間に合ってくれ。よっしゃージョセフ、かわいいなお前ってやつは。ケチャップが欲しいか。お前机の上大変なことになってるぞ。とりあえず一口食え。まずはすごい余韻あってきてるから、俺間違えてもう肉もう一枚注文しちゃったんだよ。嘘でしょ。これはまずいわ。出てくれ頼む、出ろ。いや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 、などういう原因かわかんないけど出ました。まだ足りないのお前、心臓がダメになっちゃうよ。まだなの？いついついつ、よしよし、これぐらいかけないと満足いかないんだ。そっかそっか、すごい味濃いの大好きなんだね。
とはピザを1枚口の中に。なんで俺これさ、お前のために食料すごい用意したんだけど、最終的に欲しいのはピザって何？ほら食え、おい先に食え。あ、バーナーで炙るんだ、なるほどね、いいじゃないか。こういうのなんだっけ、ブリューって言うんだっけ、こういうの。ブリュー、ブリューが来るから。あれブリュー注文、ブリュー来てよ。ブリューをお前の前にこうセットする。やべえな、でもまああればいいか。不思議なことになっ、やっべ最悪、もう一回やろう。よし、まあ、テーブルマナー的に今のところ不思議なところはないな、こんな感じだもん。よっしゃ、そうだろ、気に入ったろ。俺もお前この方がいいかなと思ったんだよ。最後はシャンパンで締めようか。オッケー、ジョセフの夜に乾杯だな。待って、出そう、出た。これ何、これ何もらったの、これ、これ。これいつジョセフと付き合えるんだよ。一生こいつのただ飯に付き合ってるだけなんだけど。